サンタナラプトルは、白秋前期アプチアン初期アルビアン初期ブラジルから、産出したティラノサウルス浄化の肉食性、小型獣脚類の属。エスプラシダスの一種のみが含まれる。ホロタイプ標本は成長途中の様体である。標本の要素は、地道海、座骨、大腿骨、頸骨、肥骨、足底部、軟組織の痕跡。 そして3個の OC などから形成された部分骨格である。化石化した軟組織は表皮と筋肉繊維及び血管とおぼしきものが化石化の過程で薄く押しつぶされた形状になって保存されていた。この標本は1999年にブラジル北東部のセアラ州にあるロムアルド層から発掘された。なお、学名のサンタナは 発見地の旧サンタナ層を、ラプターが、略奪者を意味している。タイプ種である、エス・プラシダスは1999年に、ケルナーによって命名された。種商名は、ムセウデ・パレオントロジーア・ダ・ユニバーシダード・リージョナル・ドゥキャリアリーを設立した、プラシド・シダージ・ヌベンスへの県名である。胴体の後部1、4ほどしか知られていないが、全長は、 1> 約1.25メートルに達した可能性があり、主な要素として下半身が知られている。これらの化石だけでは特徴がつかみにくく、適切な復元は非常に難しい。しかし、複数の特徴により本種はコエルロサウルス類に分類された。さらに特徴を詳細を研究した結果、本種はティラノサウルス浄化の一種である可能性が示唆されている。 これらの断片的な情報を総括すると、サンタナラプトルは、ディロングやグアンロンのように機能的な、細長い三本指の前腕、武器となる前腕の鋭い針、爪、そして細長い後ろ足を持っていたとされる。サンタナラプトルは発見された当初、マニラプトル類の獣脚類だと考えられていた。ただし、現在では、 大体骨に存在するいくつかの特徴に基づき基盤的なコエルロサウルス類であると考えられている。サンタナラプトルは2004年にトーマス・アール・ホルズによってゴンド・アナ大陸産のティラノサウルス類とされた。また、2018年にデルクールとグリロによって系統位置を導き出された。また、サンタナラプトルと同地域同時代からは小型コエルロサウルス類の ミリスキアが発見されており、本種と系統的なつながりがある可能性がある。小型住脚類のサンタナラプトルは明確な頭部が見つかっていないものの、体格の割には頑丈な頭部を備えた肉食動物だったと推測されている。周りの湿原には多種多様な魚類や小動物が生息しており、同様に小動物を獲物とする獣脚類のミリスキアや複数の抑留や、 ワニ類、カメ類が確認されており、同時に発見された、大量の魚類や小動物の化石と合わせ、潜在的な獲物の量が多かったことを疑わせる。さらに機械さえあれば、大型恐竜の幼体をかすめ取って食べていた、可能性もある。劣気とした、肉食動物とはいえ、本種の生態的日地は中層に位置し、様々な捕食動物に囲まれた暮らしをしていた。 イリタトルの復元骨格上位は、未童定のメガラプトルカや、イリタトルのような大型住脚類が占めており、時には、本種も彼らの追い時になっていた可能性がある。特に、イリタトルを含むスピノサウルス科は、当時、カルカロドントサウルス科と並んで本種のような、小型住脚類を抑圧する存在だったとされている。タラスソドロメウスの復元図また、同層からは、 大型翼竜のタラッソドロメウスも産出しているが、タラッソドロメウスは、顎の研究から比較的大きな獲物を狙っていた、可能性が指摘されており、そうであれば共存した小型恐竜のミリスキアが、狙われていた可能性があり、この推測をもとに、ネット上では、共存した小型獣脚類のミリスキアへ襲いかかる、タラッソドロメウスのイラストが多数存在しているが、 このような欲流と恐竜による捕食・被食関係を示す直接的な証拠は現在まで見つかっていない。また、小型住脚類サウロルニトレステスはアズダルコカの大型欲流を食べていた証拠が見つかっている。なお、タラッソドロメウスが本当に大型の獲物を狙っていたのかは不明である。タラッソドロメウスはくちばしの先が 現在の猛禽類のように鍵型になっておらず、肉を切り裂く能力は低かったため、仮に小型恐竜を仕留めたとしても、獲物を解体する能力があるかどうかに異論が差し挟まれる余地がある。日常の競争相手としては、メガラプトルカの幼体やミリスキアのような小型獣脚類、そして各種アニルや翼竜が考えられる。なお、湿地に生息する現在のコ科では、 こうした捕食者の共存地域にて狙う獲物を意図的に差別化し、食べ分けを成立させている地域がある。ただし本種を含むティラノサウルス浄化は生態になると、初期の種でさえ全長約3から4メートル程度に成長するため、もし本種が小型肉食動物の中で頭一つ抜けた体格を備えていた場合、 他の小型肉食動物も日和み的にサンタナラプトルの餌食とされていた可能性がある。コエルロサウルス類では似たような関係として、大型のシノカリオプテリクスと小型のシノルニトサウルスが捕食非食関係にあったことが確認されている。サンタナラプトルはロムワルド類層から知られ、層の岩石は約1億1000万年前の前期白亜紀、アルビアンまで遡る。 この時代には、南南極海が開いており、円形の大西洋を取り巻くブラジル南部とアフリカ南西部の海盆を形成していたが、ブラジル北東部とアフリカ西部はまだ陸でつながっていた。ロムアルドルイソは、サンタナ総軍の一部で、有名なイリタトルが記載された頃は、サンタナルイソとされていた僧の武装と考えられていた。ロムアルドルイソは、 化石が素晴らしい状態で保存される体積層であるラーガーシュテッテで血岩に埋め込まれた石灰岩からなり蔵と類層の上に横たわる石灰岩中に化石が立体的に保存されていることで有名であり多くの浴竜化石でも知られる浴竜や恐竜の筋繊維に加えエラや消化物心臓を保存した魚類も発見されているこの層は 海水準の変動サイクルと競合する不規則な、淡水の影響を受ける沿岸のラグーンであったと解釈されている。この層の気候は、熱帯で、現在のブラジルの気候に大まかに対応している。層を取り巻く地域は、乾燥地帯ない市販乾燥地帯で、大部分の植物症は乾性植物であった。ソテツ類とゼ滅ツ種のカサカ植物門のブラキフィルムが、 最も広がった植物であったロムアルドルイソの環境で沿岸を歩くイリタトルの復元図当時の環境はアンハングエラ、アラリペダクティルス、アラリペサウルス、ブラシュレオダクティルス、ケアラダクティルス、コロボリンクス、サンタナダクティルス、タペアラ、タラッソドロメウス、トゥプクスアラ、バルボサニア、マーラダクティルス、トロペオグナトゥス、アンウィンディアなどの本種を含む抑留が支配的であった。 翼流以外で判明している動物賞は未童定のメガラプトルか、ティラノサウルス上下の本種サンタナラプトル、コエルロサウルス類のミリスキア、未童定のウネンラギア赤のドロマヨサウルスか、マニラプトル類に代表された。アラリーペスクスやカリリスクスといったワニカタチウアメや、ブラシレミス、ケアラケリス、アラリペミス、エウラキセミス、サンタナケリスのようなカメが、 堆積層から知られている。また、カイエビ、ウニ、カイムシ、軟体動物も生息していた。保存の良い魚類の化石記録としては、ヒボドゥスカのサメ、エイ、ガー、アミアカ、オスニアカ、アスピドリンクスカ、クラドキクルスカ、ソトイワシカ、サバヒイカ、マウソニアカや、ミドウテイの種が挙げられる。ナイシュラによると、植物食恐竜がいないことは、 食生が乏しく大規模な集団を維持できなかったことを意味する可能性がある。個体数の多い肉食重脚類は、その後豊かな水生生物を主要な食料源に変えた可能性がある。また、嵐の後には、浴流や魚類の死骸が海岸線に打ち上げられて、重脚類に膨大な腐肉が提供されたとも彼らは、滑説を立てた。そうには、 複数の魚食動物が生息し、熾烈な競争が起こった可能性もある。オーレリアのラは動物たちが間違いなくある、程度生態的地位を分けていたと主張した。この見解では、ラグーンの中で動物たちは、体格と生息地に合わせて、獲物を変えていた。1億1300万年前から9390万年前のアルビアンセノマニアンに由来する、半水性動物。 スピノサウルス科の化石が発見された、バショロムアルドルソ相とクーライソ相の動物賞は、白秋中頃のアフリカの動物賞と類似しており、アラリペボンチがテチスカイとつながっていたことが示唆されている。ただし、アラリペボンチに海洋無脊椎動物がいないためボンチの堆積物は海洋性ではなかったことが示されており、テチスカイとアラリペボンチのつながりは、 散発的であった可能性が高い。2004年に、ダレン・ナイシュラは、ロムワルド・ルイソーの恐竜の動物ショーは、海岸線か川で死亡して海へ運ばれ、漂った末に化石化した動物に代表されていると、主張した。2018年にオーレリアのラはこのシナリオに異議を、唱えた。根拠として、イリテーター・チャレンジェリーのホロタイプの下顎は、 残りの頭骨と関節下状態で発見されていたが、死体が海を漂ったなら、分散した可能性が高いことを挙げた。また、イリタトルの骨格の骨効果ゆえに、死体はすぐに海へ沈んだとも彼らは綴った。したがって、ロムアルド層もといサンタナ層群から算出した化石は、遺書的に堆積したのではなく、 土着の生息地で埋没した生物を代表するものであると、彼らは結論付けた。a。フォトグラフオブザフォッシルスペシメンパブリッシュドバイラファエルデルクール s Twitter アカウントありがとうございます。